優しいですよね、人がいいっていうか、本当にいいやつって感じですね。まあその優しい心を打ち砕くようにビシビシ行くしかないですよね。そしてヘニャッとさせます。栄光、キチョンキチョンにしてやるからな、待っとけよ、キチョンキチョンにしてやるからな。まあ同い年ですし、まあすごい不器用な男ですけど、すごい自分の芯があって、まあ当然ぶっ倒してやると思ってると思うんで、まあそこをしっかり、まあ、僕なりにやっていきたいなと思ってます。で、おじい、そのケチョンケチョンにするというね気持ちをね、いなしてやろうと思ってるんで、覚悟して待ってろよ、覚悟して待ってろよ。